ちは、くにさんです。今回のね動画なんですけども、今回はね石垣島の旅行でね初日で宿泊するホテルをねご紹介しようと思っております。今回私がね宿泊するホテルなんですけども、この後ろにあるブルーキャビン石垣島というねキャビン型のホテル、まあ分かりやすく言いますとカプセルホテルになります。このホテルはね1階がカフェとパン屋さんが入ってまして、2階からその上はねキャビン型のホテルという形でホテルになっております。それで今回宿泊はね朝食はここ入れてませんので朝食のレビューはできないんですけども、かつねカフェとパン屋さん、こちらの営業時間がね朝の7時から午後のね3時までの営業になってますので、この時間帯はねここに撮影する時間がなかったので、ここはねご紹介することは難しいかなと思ってるんですけども、それではねホテルの方にねこれからチェックインしていこうと思ってますので中に入ってみます。はい、それではねまずは私のね部屋の方にね向かっていくような形でちょっとご紹介していこうかなと思っております。今ね下のね受付の方からエレベーターの方を使ってね自分3階の方に上がってきました。これからねこちらの方がね部屋の方に行く形になってますので向かっていきます。はい、それでねまず初めにここに行きますとね入り口にねセキュリティの場所がありますのでね、セキュリティのカードはねこんな感じでセキュリティのカードがありますので、これを使ってねここをタッチするとここが開くようになってます。それではねこちらの方出ます。はい、そうしますと中に入ります。中に入りますとね左側の方にシャワールームとトイレがあるような形になってます。そして右側の方がね宿泊の部屋になってます。まずはね左の方からご紹介していこうと思います。まず左はねここはね土足厳禁になってますので、靴はここで脱いで入れるような形ですね。はい、まず入れます。でね次左と右、左はねトイレですね、で右がシャワールームになってます。まずトイレの方なんですけども、左に行きますと洗面所ありますね。でこの下にゴミ箱管理がね置いてあります。分別にご協力くださいという形になってます。でこちらの右側がねトイレになってますね。はい、まあトイレはね一般的な感じで、まあこんな感じで洋式のねトイレになってますので、まあトイレはねこんな感じです。はい、次はねシャワールームの方をご紹介していこうかなと思います。まずはじめにね目の前にあるのは洗面所ですね。ドライヤーがあってボディーソープですねのが置いてあります。はい、で右側の方にはね洗濯機ですね、で上の方が乾燥機になります。で洗濯機はね1回300円ですね。上の乾燥機の方は15分で100円になってます。各3台貼るような形ですね。それで右の方なんですけども、こちらの方がシャワールームになります。シャワールームは3つありますね。それでねシャワールームの方なんですけども、まず入りますと下の方にねちっちゃい入れ物でここに服装とか入れるんですね。はい、で上にハンガーが1つあります。でマットがありますね。シャワールームの方なんですけども、ここ珍しいんですよね。シャワールームの中にね鏡があるんですね。なかなかねこういうシャワールームで鏡が設置されてるのってないんですけども、あるとね男性の方はひげ剃りとかする際にね鏡あると大変助かりますよね。はい、私もね鏡あると大変嬉しいです。それでねまた珍しいのはね、ここにね座る場所があるんですね。これもね珍しいですよね。座りながらねシャワー浴びる、体洗うっていうことができるっていうのね、これはすごい嬉しいですね。それとね付属でついてあるものなんですけども、上にねボディーソープありまして、で下の方はねシャンプーとヘアトリートメント、コンディショナーになります。こちらに設置されてるのはねノンシリコンタイプのもののシャンプー、リンス、ボディーソープみたいな形になってます。でここのシャワーのノズルなんですけども、マッサージタイプですね。こんな感じで切り替えタイプの形になってます。以上でねこちらのシャワールームの方のご紹介は終了としたいと思います。それではね実際に私がね寝るところの場所をねご紹介しようと思います。じゃあそちらの方に向かいます。
で今私がいるのがここですね。で私がね寝るところなんですけども、こちらずっと行きまして、ここのね317のところがね私の場所になってますので、そちらの方に向かいます。キャビンタイプっていうのはねこんな感じになってるんですね。はい、ここがね私の今回使うところになります。では中に入ります。キャビンタイプっていうのはねこんな感じになってますね。はい、カプセルホテルなんかと比べるとね全然大きいんですけども、通常のねホテルの部屋に比べると全然ちっちゃい形になります。それではねこちらの方をご紹介していきたいと思います。まずね部屋の方に入りますと、通常タイプのベッド、枕、掛け布団ですね、はい、があります。まずねベッドの方なんですけども、こちらはね意外と硬いです。はい、硬いタイプのベッドですね。それで枕の方なんですけども、枕はねまあビジネスホテルにあるタイプの般的な枕の硬さですかね。柔らかすぎず硬すぎずみたいな形の枕ですね。はい、それでこちらのね掛け布団の方なんですけども、これも一般的にあるタイプのやつですね。はい、で次にこちらのテーブルの方なんですけども、一番奥にねゴミ箱がありますね。それとねティッシュペーパー、リモコンがねここに置いてあるんですけども、テレビはじゃあどこにあるんですかっていうことになるんですけども、テレビはねこちらの上にね設置されてるんですね。なのでねここで寝た際にずっと寝ながらテレビを見るっていう形ができるところにねテレビが設置されてるんですね。はい、でこれ右手側にハンガーですね、ここが3つ設置されてますね。でそれで最初の方に戻りますと、リモコンの隣にはねこのねイヤホンがありますね。ここはねイヤホンをねこちらのね方につけますと、テレビのね音がイヤホンで取れるという形になります。で左手側の方にコンセントが2つありますね。そして携帯の充電用のね USB の挿すところもありますね。でこちらはねエアコンって書いてるんですけども、これはね換気扇ですね。換気扇がねこの上の方にあるんですね。はい、それであとはねこちらの方はライトですね。これタイプですね。でこれがね明るさの調整するような形になってます。はい、で左手側の方にですねバスタオル、あとフェイスタオル、あとねこれ歯ブラシですね。これはね最初から設定されてました。はい、下側の方なんですけども、こちらの方に足をね入れるところがありますので、ここで座ってねここでパソコンを置いてねデスクワークという形も取れますね。そして最後にね私のバッグどこにあるんですかっていう形なんですけども、それはねこちらですね。ここにねセーフティーボックスというものがあるんですね。でこれってねこの下ですね、ここですね、ここを開けますとバッグとかものをね荷物関連を置く場所があります。まずねこのねセキュリティがあるんですけども、ここにねこういう鍵があるんですね。でこの鍵がここのねセーフティーボックス、ここの鍵になってます。じゃあここを開けますと、こんな感じでね開けますと、ここに荷物がね入れることが可能です。ここね結構大きくてですね、大きめなショルダーバッグであっても結構ね深いので大きな荷物が入るので、これはいいんじゃないかなと思います。それでねチェックインの時にね手続き済ませますとね、フロントの方からこういう紙をもらえます。これはね各階にどんなものがあるのかっていうね形の資料ですね。まずこちらをねご紹介していこうと思います。それでね基本的に1階の方はねまあ喫煙所があったり、それと無料のねドリンクサービス、それと夜間と電子レンジ駐輪場ですね、はい、あります。2階と3階がね男性のフロアになってますね。2階の方に自動販売機の空き缶のマークですね、プラステラスというかバルコニーですね、こちらがあります。3階の方にはバルコニーはありません。4階と5階の方なんですけども、4階は女性フロアになりますね。はい、で5階が貸し切りフロア、
ていう形になります。それで4階の方はジャグジーがありますね。時間制になってまして、かつ予約制ですね。フロントで予約をしないと使えません。あと4階と5階にはバルコニーありますね。あと Wi-Fi もちゃんとここにありますね。はい。で、基本的に館内は禁煙なので、タバコ吸いたい方はね、1階にね喫煙所がありますので、1階の方で済ませるような形になります。それとね、冒頭でもね説明しました通り、1階にねパン屋さんとカフェって言ってたんですけども、まあレストランですね。それが7時から15時って言ってたんですけども、30分前がねラストオーダーになってますので、14時30分、2時半ですね。こんな形になっております。チェックアウトなんですけども、チェックアウトは10時になってます。レイトチェックアウトもね、2時間で2000円ですることも可能なんですね。はい、このような形になってます。これでね、今回のホテルのご紹介は以上になるんですけども、皆様いかがだったでしょうか。実際にね、私が宿泊した金額の方なんですけども、金額はねこちらのような形になっております。とてもね金額安く宿泊できますのでね、石垣島で旅行でホテルの宿泊費をねコストを抑えたい、そんな方がねこんなとこいいんじゃないかと思います。もしこの動画がねちょっとでも参考になりましたと思いましたらね、グッドボタン、高評価の方ねよろしくお願いいたします。それとね、まだチャンネル登録の方ですねしてない方は、下にねチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともチャンネル登録の方ですねよろしくお願いいたします。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた、バイバーイ。